断層体の名のもととなった万年山別府マイナス万年山断層体は、豊余海峡別府湾の海底から大分県東部の大分平野を経て大分西部の熊本県との県境付近までほぼ東西方向に伸びる活断層体である。地震調査研究推進本部は2005年に公表した長期評価において断層の走行や変異の向きから本断層体を 以下の4つに区分している。いずれも、正断層で、主として、相対的に隆起する方向が、北側のものと南側のものとがある。また、大分県では1998年度から2003年度にかけて、調査を行った結果、本断層帯を以下の5グループに分けている。別府マイナス断層帯は、地震後経過率の最大値が点0を超えていて、 いつ地震が発生してもおかしくない状態にあると考えられ、かつ断層が通過する市町村の総人口がおおむね50万人を超えることから地震が発生した際の社会的影響が大きい断層として地震調査研究推進本部の新たな活断層調査についてにおいて調査観測対象候補に選定されており2014年度から 文部科学省による重点調査が行われている。調査の結果、大分平野湯布院断層帯東部も、慶長文語地震の際に活動していたと推定された。1596年に文語国で発生した慶長文語地震は、別府マイナス万年山断層帯の活動によるものと考えられている。2016年の熊本地震の4月14日21時26分頃の、 前進、4月16日1時25分頃の本震に、続いて、同日7時11分頃に、大分県中部で発生した、マグニチュード5.3、最大震度5弱の地震は、別府マイナス万年山断層帯で起きたものと見られている。ありがとうございます。